これは浮いてしまいましたが、ゾーンギリギリのところですが、通っていますか、井上誠也。あれは井上、ナイスプレイ。つなげたいですけどね。これも落ちますか、センター。俊足荻野、追いつきました。広大な守備範囲。続いていきます。一塁線、ファースト、ロドリゲス。ナイスキャッチを見せました。ゴールゾーンのボール、山足、ファーストはアウトだ。好プレーを見せました。工藤監督動かず、頭悩ますかなと思いますけどね。ですよね。中村晃の打球、左中間破りました。バレンティン乗っているのか、三塁ベースを蹴る、ホームに戻ってくる、送球は返ってきませんが、中村晃挟まれてタッチはどうだ、アウト。ロドリゲス、ファイトを見せました。ピッチャー返しのボール、フィールディングのいい千賀。これで2アウト。100球を投げた千賀。ここはボテボテの当たり、今宮ファーストに送球。いい送球が伸びていきました、アウト。ヒットでした。ライトへの打球、これはライトファウルゾーンでしょうか。太田大志が、もうやきましたし、いい守備範囲ですね。玉井をしっかりと援護するナイスプレイ。そのまっすぐです、打ち上げた、右中間、センター、ライト、センター、追いつくのか、追いついた、取りました。3回数このまっすぐ、センター抜けない、セカンド掴んだ、一塁間に合ってます。銀次倒れました、ツーアウトになってました。抜けるかなと思ったんですが、ちょっとシュート回転してるんですね、ちょっと先、そうですね、スクリーンだったりシンカーだったり、はい、三塁線、横飛び、山田よく釣った、一塁送球間に合うかな、どうだ、セーフ、内野安打、ロメロ走りました。よく取りましたね、取ってよく投げましたけどね、もうこのユニフォームですよ。いやだけどですからね、佐野取った、宗ナイスプレー。守備が今日はセーフティーバント、鈴木落ち着いてアンダーハンドトス、アウトです。三森も全力プレー、ファーストにスライディング、セーフティーバントでした。高く上がったバウンドですが、これは一塁はアウトになりました。はい、選手でいらっしゃいましたけど、痛烈な当たり、ショート、今宮ナイスキャッチ。今ベルトより下のボールっていうところですね。そのボールを捉えてライト、痛烈な当たりですが、ライト上林ちょっと滑りましたが、しっかりと掴んでいます。ショートへの打球、さあ深いところ、これは勝負になりそうだ、藤岡の送球、アウトになりました。藤岡ナイスプレイ、杉谷のガッツ実らず。右方向ライトへの打球ですが、ここはライトマーティン掴んでいます。ナイスプレイ、マーティンが追いつきました。これがサードへの打球は安田からセカンドアウト、ダブルプレーになりました。あ、いいプレーでしたね。5-4-3、安田から始まったメリーゴーラウンド完成。4回の裏、また岩下0点で切り抜けています。強い打球、ショートへの打球は一塁送球、太田大志はヘッドスライディングはしませんがセーフになりました。ショート藤岡の守備、深いショートゴロでしたが、しっかりと内野安打にしています。さあここで、さあファーストゴロになりました。そのままベースを踏んでいます。当たりは強かったんですが、スリーアウトになりました。セヨットのピッチング、バントの構えですか、ショートバント、ここはしっかりと太田光が抑えました。これはね、ナイスストップですよ、はい、そうですね、逆に打たれたくないですよね。そうですよね。セカンド左バックハンド掴んだ、一塁間に合うかな、間に合わない、もう1点返していきます。5対4になりました。セカンドタイムリー内野安打、5対41点差。サードゴロだ、一塁アウト。サード太田
レフト線が転がっていく。二塁ランナー三塁回る。ホームに帰ってくる。バッターランナーは二塁でアウト。掴んでいます。これはいい当たりかと思ったんですが、ファースト栗原掴んでいました。右方向へ、ライトの前へ突っ込んでくる。ライト上林。バッターボックスは今日4番に今季初めて入った井上。さあ、これはサードバックホームはできません。一塁送球、この選択肢しかありませんでした。今のはまあワンツーピッチ、うん、どうだ、抜けません。ショート取ってセカンド、一塁送球は間に合うか、間に合うか、間に合った。ダブルプレイ。ファーストセカンドへの打球です。足の速い西川はアウトになりました。セカンド中村ナイスプレイ。ファーストよく止めた。ベースカバーピッチャー池田が入りました。大きい初球借りてファーストライナー。一塁ランナー戻れません。追いつくか、追いついた。大城足立へセーフ。三塁ランナー中村ホームイン。3対1よく止めましたが、これは内野安打となりました。初球ロドリゲス取った。斉藤へワンアウト。左左で一二塁間、追いつきました。栗原千野ワンアウトです。いい連携でした。ワンアウトランナーがありません。ショートへの打球は抜けません。石井和成にとって一塁送球、俊足の荻野はここはセーフです。ナイスプレー、よく取りましたが強い打球、ヒットになります。さあファーストランナーは清田はセカンドを蹴ってサードへ、レアードはセカンドに向かう。さあこれはセカンドは厳しいだと、これはタッチアウトになりました。三遊間はサードが取った。一塁は間に合いました。サードの鈴木好プレーでした。今トップでもバントの構え、バントしました。ピッチャー取ってセカンドへ、セカンドアウトを取りました。ここはピッチャーの松本、素晴らしいフィールディングでした。バットの先はショートです。源田ジャンピングスロー、一塁間に合いました。打ち上げました。高く上がったフライはキャッチャーかサードか、キャッチャーの森落下点、おっと最後風に流されましたけども、よく取りました。いや掴んでいます。最後ねかなり流されましたけれども、はい、ピッチャー返しはマスコのクラブを当たって、源田がナイスバックアップでした。その小郷にここ打席が回ってきました。打ち上げました。レフトが追いかけていってファールグラウンド追いついた。最後はレフトスパンジェンバーが掴んで、これで3アウトになりました。高いバウンド、山足一塁どうか、間に合った。ツーアウト、山、ね、ランナースタート切って打っていく。三遊間の当たり、今宮踏ん張って一塁送球、ワンバウンドスロー一塁アウト。テスト当番じゃないんですけど、やっぱ試し、当番とかいうかね。さあこれは取れない。セカンド一塁へ、どうだ、一塁はアウト。川島がしっかりバックアップ。ワンアウトランナーはありません。モイネロ、強い打球ですが、サード安田が飛びついていった。ナイスプレー。ナイス、強い打球はサードですが、ここは5-4-3のダブルプレー、メリーゴーラウンド。どうさみ、レフトへの打球は伸びはありませんが、レフト追いつきました。杉谷ナイスプレー。ここは杉谷の機動力も生きた守備でした。ピッチャーよく取った。二塁アウト、一塁はドダブルプレイ、取り付けることになりました。サードが出てきます。鈴木大地、いいプレーです。チャー返しですが、鹿児島よく取りました、はい、達成したんですけれども、おお、これも
ナイスキャッチでした。珍しいことが今日は本当に続くんですけれども、まあ、今のはちょっとバントしてタイがボールを取って二塁に送る。どうか、セカンドアウト。ここは甲斐の強肩、セカンドフォースアウト、遅れませんでした。バッターロドリゲス、初球打ってショートの横、シュート拾って一塁へ。どうだ、一塁はセーフになりました。内野安打。シュートもよく止めたんですが、拾って一塁送球、これは間に合いません。引っ張ってサード松田飛び込んで取る、一塁送球いく、ワンアウト。ヒット性の打球、松田のファインプレー、ワンアウト。